ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、霊夢は UFO って信じてる？エイリアンの存在は割と信じてるから、UFO もいると思うわ。そういう魔理沙はどうなの？私は信じるも何も、科学的根拠からその存在を確信しているのだが。いきなり大きく出たわね。だって、宇宙に存在する UFO が一体いくつあるって言われてるか知ってる？知らないけど、いくつなの？その数ざっと400系だ。は。系って数字は一般人には馴染み薄いと思うけど、これがどれくらいすごい数だかわかる？いえ、全く。一重百万億兆系の系だから、兆の上のくらいだよ。ひ、つまり、UFO が400万兆いるってことなの？みたいだね。しかもこの400系っていう数字は太陽系のハビタブルゾーンに絞った数字で。もう少し範囲を広げて天の川銀河全体を見てみると、なんと40項もの UFO 候補があるらしいのだが。40項、それって数字なの？項は系のそのまた上を行く桁の呼び方で、系の次が外、次が子、その上が上で、やっと出てくるのが項だな。もはやどこまで大きな数字なのか全く想像がつかないわ。無理もない。UFO ってそんなに乱発してんの？その割にはあんまり聞いたことないけど。そうなんだよね。でも今回その400系っていう数字が取り沙汰されるには訳があるんだ。ふん。じゃあその訳ってのを聞かせてもらおうじゃないの。もちろんだよ。じゃあ今日は宇宙に存在する UFO が400系もあるって話をじっくりしていくよ。それではゆっくりしていってね。それで、一体そんなとんでもないことを言い出したのはどこの誰なの？アメリカ屈指の有名大学、ハーバード大学の天文学者であるアビ・ローブ教授だよ。ああ、天才は突然おかしなことを口走ることがあるっていう、あれね。こら、失礼だぞ。このお方は、アメリカ大統領科学技術諮問委員なども務めた立派な人なんだぜ。へえ、そんなすごい人だったのね。ハーバード大学では UFO の研究をしているの。ハーバードでブラックホールに焦点を絞って研究するブラックホールイニシアチブという組織を立ち上げたり、光の5分の1の速さで進む超高速小型宇宙船をケンタウルスがアルファ星まで飛ばしてしまおうという、ブレイクスルースターショット計画の委員長を務めたりと、その活躍っぷりにはいとまがないな。経歴すご、エリート中のエリートじゃないの。そう、そのローブ教授と、ハーバードの学部生であるカーソン・エゼル氏が、今回の発表の首謀者なんだぜ。なるほどね。それで、その発表に至るまでの研究は、どんなものだったのかしら？それにはまず、オウムアムアから説明しないとだな。実はローブ教授は、2022年4月に、オウムアムアは地球人を見たか、という本を出版しているのだが、2017年に発見された太陽系外からやってきたとされるこの恒星間天体について、ローブ教授はずっと、UFO に違いない、と睨んでたみたいなんだよね。オウムアムアって、以前このチャンネルでも取り上げたわね。地球にぐんぐん近づいてきたくせに、ギュンって急に加速してどっか行っちゃった細長の茶色い天体でしょ。お、よく覚えてたね。オウムアムアについては初めての視聴者さんもいるかもしれないから、ここで少し説明しておこうか。そうね、お願いするわ。オウムアムアっていうのは、これまでの宇宙観測史上で初めてと言われる恒星間天体で、その正体についてはまだ謎とされる奇妙な星なのだが、太陽系外から飛来した天体ではないかと推測されてる。それをローブ教授は宇宙船だと言い張ってるんでしょ。いつ頃見つかったんだったっけ？ハワイ州のハレアカラ山頂にあるパンスターズの望遠鏡が捉えた画像の中から発見されたのが2017年だけど、太陽系に侵入してきたのは1995年頃なんじゃないかってのがその後の研究によってわかってるらしいね。2017年に太陽に最接近して、地球をかすめて飛び去っていったと言われてるのだが、こいつは、わずか 45×400m の小さな天体なくせに、太陽系に侵入して太陽を通り過ぎようとするとき、ありえないスピードにガガッと加速していったみたいなんだよね。明らかに不審な動きよね。太陽系の重力を完全に無視してるもの。発見当初は彗星なんじゃないかとも言われていたけど、オウムアムアには彗星のようなおっぽやこまもないし、こんな風にズバ抜けたスピードで惑星間を移動する天体なんてものはこれまで見たこともなかったから、系外からの飛来物なんじゃないかと推測されたんだ。しかもビカビカ光ってるんじゃなかったっけ？そうそう、数時間ごとに約10倍もの明るさの変化が見られることが観測されていたんだけど、これはオウムアムアの形状によるものなんじゃないかと予測されているね。どういうこと？オウムアムアは、さっきも言ったように 45×400m の細長い葉巻のような形状をしているのだが、その体をブーメランのように回転しながら進んでいるがために明るさが変わるのではと考えられたんだよな。つまり、細長い方の面をこちらに見せてるときは太陽光をたくさん反射して明るく光って、短い面を見せてるときは太陽光を少ししか反射しないから暗く見えるってことね。
その通り。この光の反射周期から計算すると、回転周期は約 7.5 時間弱くらいになるみたいだよ。それ、もし宇宙船だったら中にいる人目が回りそうじゃない、ゆるいアトラクション的な。回転が中の空間に影響されない作りかもしれないだろ。じゃないと宇宙船的には困るわよね。まあ、それはいいとしても、ローブ教授はこのウムアムアという恒星間天体のことを、自身の書の中で、宇宙空間のどこかに、他にも我々と同様に知覚力を持つ文明があるという仮説を支持する証拠が、2017年に太陽系を通り過ぎていったと私は考えている、と言っているんだよ。めちゃくちゃ確信持ってるわね。つまり、ローブ教授的に言えば、オウムアムアは太陽系外の進化した高度文明によって作られた宇宙船である、という仮説を置いた上で、もしかしたら他にも同じような地球外生命の船が宇宙を飛び交っているかもしれない。っていう今回の仮説に繋がったんだろうな。でも同じような UFO がバンバン飛んでるとしたら、宇宙のそこら中がカオス状態になるわよ。もちろん教授たちは、オウムアムアのような恒星間天体の全てが宇宙船であると言っているわけじゃないんだぜ。あ、そうなの。そりゃそうだろ。実は、ローブ教授たちの研究で導き出されたのは、恒星間天体の数であって、UFO の数ではない？ふん。じゃあその恒星間天体ってのはいくつあったの？それがまさに今回の研究で叩き出された400系という数字なんだな。なるほどね。でもマリサ、最初に UFO400 系って言ってたわよね。言った。言ったわよ。正確に言うと、教授たちが推定した400系っていう恒星間天体の数字は、太陽系のハビタブルゾーン内に存在する恒星間天体の数なのだが、強いて言うなら、宇宙人由来の人工物の可能性がある天体、ってことになるかな。ああなるほどね。そこへ来てオウムアムアに関しては、限りなく宇宙船の要素を有した天体だということが言えるってわけなんだ。独自の軌道を取ったり急に加速したりってところは天体っていうより人工の飛行物体っぽいものね。それに、オウムアムアだったら、何人かの宇宙飛行士を乗り込ませようと思ってもいけそうな大きさだよな。仮に宇宙人が我々人類と同じような大きさの生物だったとしたらだけど。そうよね。宇宙人が人間みたいな大きさだとは限らないわ。それで、ローブ教授たちが導き出した400系っていう数字についてなんだけど、そのほとんどは、オウムアムアのような大きさもなく、1メートルにも満たないものなんだそうだよ。はぁ、あ。だいたい90センチくらいなんだってさ。ちっさ、おもちゃの UFO 並み。そうなんだよ。オウムアムアも小さめの天体だけど、それでも恒星間天体の中では大きい方で、約100万個に1個くらいしかその大きさのものはないらしいね。宇宙人って小人なの？まあそれについては肯定も否定もできないのだが、ローブ教授らも、様々な可能性を探っているみたいだよ。ちなみに、これまでに恒星間天体の認定を受けた星は4つあって、まず2017年のオウムアムア、それから2019年に観測史上2例目とされるボリソフ彗星。それ、彗星って名前がついちゃってるけど。うん、彗星なんだけど、双曲線軌道を持つことも観測によって判明してるし。アメリカ航空宇宙局ジェット推進研究所の天文学者である、ダビデ・ハルノッキア氏なんかは、ボリソフ彗星が太陽系外からの飛来物であると確信してるみたいだね。へぇ？同じ2019年には、そこから5年前の2014年にパプアニューギニアへ落下した火の玉について、同じく双曲線軌道を持っていたことがわかり、2022年に3番目の恒星間天体だとして確認されているな。遡って確認するとかいうこともあるのね。CNEOS-2014-0108 って名前だ。ちなみにこの火球は90センチの大きさだったみたいだよ。小さい宇宙人用 UFO サイズね。それからもう一つ、CNEOS-2017-0309 という名前のついた星間流星も恒星間天体だと確認されていて、ローブ教授とエゼル氏らのチームはこの4つの恒星間天体を元に研究を進めていたんだよ。なるほどですね。じゃあ仮に、彼らの研究で出た400系っていう数字から、UFO の可能性を追い求めていくとするじゃない。そしたら、私たちはこれからどんなことをしたら UFO に出会うことができるのかしら。それ、天文学者たちが必死になって考えてる質問な。素朴な疑問よ。まず、さっきも言ったように、多くの恒星間天体っていうのは1メートルにも満たない小さな天体のため、地球からたやすく見つけられるようなものではない？それは想像がつくわ。例えばオウムアムアのような大きさで、しかも太陽系を横切って地球に接近した上に、奇想天外な動きをする天体であれば、たやすく見つけることもできるだろうけど、これから先に、そんな天体が太陽系に侵入してくるかどうかなど、我々の知るところではない？そんなことわかってるわよ。
しかし、ローブ教授が2021年7月26日立ち上げた、ガリレオプロジェクト、では、まさにそういった宇宙人の痕跡を探るべく、恒星間天体だけでなく未確認空中現象までも調査すると言っているんだぜ。未確認空中現象って何なの？一般に未確認飛行物体、つまり UFO と言われるものも未確認空中現象の一つなのだが、要は、なんだかわからないけど空飛んでるものだったり、自然現象なのかもよくわからないものだったり、そういうのを全部ひっくるめて名前つけちゃったものが未確認空中現象なんだよ。確かに、素人がちょっと見ただけじゃ UFO なのか自然現象かすらわからないものね。そういうこと。それで、このプロジェクト、175万ドルも投入されてるんだってさ。漁業？超つぎ込んでるじゃないの。一大プロジェクトだよな。このプロジェクトに携わる14人の研究者たちは、オウムアムアのように、過ぎ去ってから発見するんじゃなくて、恒星間天体が地球に接近してしまうよりも、もっと早い段階で発見したいと考えているのだが、それを実現するために、2021年に NASA が打ち上げたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡だけでなく、オウムアムアを発見したアメリカ、ハワイのパンスターズ望遠鏡や、南米、チリのパチョン山に現在建設中で2023年に稼働を目指している NSF ベラ・シー・ルービン天文台の、シモニー・サーベイ望遠鏡という次世代高性能望遠鏡を駆使していく予定らしいぜ。次世代高性能って簡単に言うけど、どれくらいすごいの？こいつは口径が 8.4 メートルの可視光赤外線望遠鏡なのだが、3.2 ギガピクセルもある CCD センサーを使用した超高性能カメラが搭載されていて、視野も 9.6 平方度というめちゃめちゃ高視野を誇るんだ。そのおかげで、わずか3番ほどで全天サーベイができてしまうという優れものなんだぜ。3番ってことは、じゃあ比較的変化の早い天体も捉えられるってことになるわね。そうだね。例えば、超新星爆発が起こったりしても、かなり詳しい観測ができることになるよな。すごい。だからこいつがあれば、太陽系に侵入してきた天体や、地球に近づいてくる天体があったとしても、早い段階での発見がしやすくなるってわけだ。それが UFO だろうとなんだろうと、よね。その通り。ローブ教授曰く、もしこのシモニー・サーベイ望遠鏡が UFO を捉えることができたら、その UFO の表面にあるボルト1本までも詳細に観測することができるし、それが自然物ではないということの証拠すらつかめるかもしれないらしいよ。わわー、妄想なんだとしたら、宇宙の技術に地球の科学が追いついてきているも同然なんじゃないの？そうだといいよな。だから今、シモニー・サーベイ望遠鏡にかかる研究者たちの期待は相当なもののはずだよ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録&高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。